子どもの年代別説明編。子どもにとって望ましい話し合いとなるために、これから子どもの年代ごとに子どもの一般的な特徴、子どもが両親の争いから受ける影響、そして子どものためにできることのヒントを説明していきます。子どもにとって望ましい話し合いとなるために、両親に知っておいてほしい大事な情報です。子どもの年代についてはおおよその目安とお考えください。3歳頃から6歳頃までについて見てみましょう。5歳の娘のお父さん、この間夫婦で喧嘩になった時に子供が、パパもママもどこかに行っちゃうのって不安そうに聞いてきたんです。どうしてそんな風に思ったんでしょうか。お母さん、子供にママとパパが喧嘩したのは私が悪い子だからって聞かれました。どう答えればいいですか。3歳頃から6歳頃の特徴。この時期には親だけでなく保育園や幼稚園などでの同年代の子どもとの触れ合いを通じて人の気持ちを理解していきます。相手の立場に立って考えたり自分の気持ちを抑えることも少しずつ学んでいきます。喧嘩する両親に気づくリナ、自分の行動や気持ちと周りで起こる出来事を結びつけて理解するという特徴があります。心の声、私がお片付けしなかったからパパもママもリナのことが嫌いになってどこかに行っちゃうかもしれない。子供によっては不安な気持ちが体調に影響することもあります。このような特徴を踏まえて子供を両親の争いに巻き込まないためにどんなことができるでしょうか。3つのヒントを見てみましょう。両親の喧嘩を見れば互いに良くない感情を向けていることに気づきます。親同士の喧嘩を見せないように心がけましょう。子供は両親の不和や別居離婚といった経験をするとぐずったり反対に良い子に振る舞ったりすることがあります。子供のそばにいて何が不安なのかよく見てあげましょう。子供は親がこれまで通り変わらず寄り添ってくれるだけで落ち着き、体調の安定にもつながります。パパとママはもう一緒に暮らせなくなってしまったんだ。でもそれはパパとママのせいで、リナちゃんが悪いんじゃないよ。ママもパパもずっとリナちゃんのママとパパだからね。これからのことを子どもの理解度に合わせて分かりやすく説明しましょう。その時には両親の不和や別居などは子どものせいではないこと、両親ともに子どもを大切に思っていることを伝え、子どもが安心できるようにしましょう。子どもを両親の争いに巻き込まないための3つのヒントをお話ししました。物事について分かり始める子どもたち、でもよくは分からず、だから不安でいっぱいです。子どもの視点に立って考えてみましょう。